YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ、京一郎です。ふと YouTube を見ていたらですね、フィッシャーズが出していた動画のノーハンドプッチンプリンチャレンジという動画に行き着きました。そういえば俺やってねえなと思って、どういうことかっていうと、まあこのプッチンプリンを蓋を剥いてお皿の上にひっくり返して置いて、はいはい、まあ準備完了らしいです。で、手を一切使わず口だけでプッチンして容器を避けてプリンを食べて、食べ終わるまでのタイムを競うというものらしいんですけ ど、プッチン技術も必要なので、ええ、ただこれ正直一吸いで俺いけちゃうから、うん、でもそういうのは危険だから、うん、最低でも2回以上は、まあ、吸ってね。そうだから、その1回で丸飲みは禁止らしいんですよ、ルール的に。はいはい、危ないから丸飲みじゃなきゃいいから、ちゃんと噛むことが大事と。はい、ギネスなの？知らないまあなんか裏子がめちゃめちゃ早く、うん、記録を10秒切って6秒台を出していた。早っ。ちなみに京ちゃん予想はどのぐらいでいけるかな。いや、どうなんだろうね。その1回でいけるものをあえて1回にしないっていうのと、うん、まああとそのプッチン技術、もしかしたらとんでもないぐらい歯が弱いからさ、歯かけるかもしれない。ってなって負けるかもしれない。ゲーム終了の可能性。ガリガリ君の時も確かそうだったんですよ。やりますか。じゃあこの状態ですね。いいですか。ええー。いきますよ。よーい。スタート。はい、きょうちゃんの結果言いますね。はあ、18.42 でございます。めっちゃ遅いじゃん。めっちゃ遅い。プッチンの段階でちょっと手間取ったのが敗因だった。こうやって出てこなかった全然出てこなかった。もう一回やるの。いいですか。いきます。よーい、スタート。はい、タイム 8.98 でございます。無限プリンじゃないんだからさ。あー、こっちなんだ。プッチンズロー逆のやつだ。あ、そうなんだ。うん、いきます。よーい、スタート。はい、はい、10.93 です。丸飲み無理っていうのがわけな、もういいよ。何回やるんだよ。4回目なんだけど。いきますよ。よーい、スタート。はい、10.48。もういいよ、もういいよ、プリン、もういいよ、食べ過ぎだよ。それプリン食べたいだけだよ。なんでだよ、なんでだよ。これは無理だ。難しい。みんなも YouTube 見てみると、いろんな YouTuber がやってる謎のギネス記録があるから、暇な人は十分気をつけてチャレンジしてみてね。それじゃあさよなら。プリン食べ過ぎ。はい、今日の一言。今日の一言、私はきょうちゃんがプリン食べたいだけなのかなって途中からちょっと思いました。こいつプリンを食いたいだけでやってんじゃん。